よし、それじゃあむしゃむしゃ幻覚剤3第42回目の実験を始めますわよ。さあ教えてくださいまし、あなたたちには何に見えますの？マリア像、ナイフ、ポルトランドセメント味までセメントだ。羊毛、縄とハサミ、それからパインとミニトマトのピザ。ああ、嘘でしょ、これは冒涜よ、我らが神になんてことを。グレン・ミラーのトロンボーンレコードに勲章、それからなぜこれが、堀に埋めた私の愛犬の遺体がここに。なんてこと、本当にごめんなさい、ジーヤ。改善が必要のようですわね。少しだけ時間もくださいまし、30分でいいですわ。ストームの症状が、まさか食品に関する一切の感覚をねじ曲げてしまうとは。幻覚剤で食欲を促進させるのは思ったより厳しいかと。ミズ・サザビー、配合速度を上げる必要があるようですな。彼らは長時間食事をとっていません。このままでは体が持ちませんぞ。分かってますわ、絶対に成功させるんだから。今まで数多くの調合を学び、最高の素材を揃えたのよ。だから、ちょ、あんなお姉さん、紙幣をかじっちゃダメですわ。早く彼女をおためになって、ソネット様。石になる。すみませんが、理性を失った人間にはこうするしか。先ほどパトロール隊から連絡が。屋敷の外でヴェンデッタの手下が現れたそうです。なんですって？きっとまた何か悪いことを企んでいるんだわ。早速撃退しましょう。絶対に中に入れてはダメよ。ミス・ソネット、財団からの返事は？それがまだ。これ以上指示がない場合、プラン2を遂行するしかありません。とにかくタイムキーパーの救出が最優先です。失望させてすまないね、レディーたち。その仮面、悪いことを企んでいる手下のものね。白いベッドなんか担いじゃって何をするつもりですの？黒いスーツ袖、この羽の飾りは。シュナイダー、ああ妹よ、布になぜそんなに血が。一体何があったの？何がって、死んだに決まってるだろう。今まで処分した死者がどれほどいたか、こいつは唯一家まで送り届けたやつだ。お前たちに伝えるためにな。これが我々ベルティ様の答えだと。デタラメを。ミーズ・シュナイダーの胸元にある傷口から見るに、確かに毒液の痕跡はありませんな。ベルティ様はすでに我らの仲間となった。その血と肉は我々と共存する。あれは実に見事な銃撃戦だったぜ。昨晩お前らが目にしたどの部隊よりも素晴らしかった。信じないのなら遺体の傷跡を見るがいい。まるで砂浜に光る真珠のように。
キーパーと死者をそのように侮辱するなんて絶対に許しません。平和が我らと共にありますように。すべて片付けました。よくやったわね、おばさん。あたいのためにそこまで必死になるなんてちょっと惚れちゃったわ。シュナイダー、生きて、ああ、きっとマリア様がお守りになってくれたのね。けど一体何が、どうしてそんな重傷を。タイムキーパーはどちらに。その体の傷はまさか本当に。あんたたち心の中ですでに揺るぎない答えがあるでしょう。この花を見て、この上の文字一つ一つが、あたいと旦那が命を引き換えに手に入れたものよ。嬉しいわ。まさか今夜の星空を見ることができるなんて。気絶しましたぞ。すぐに奥の部屋に運んで治療を。